ちょっとひるちゃん。明日お母さんおらんけん、夜。おらん？うん。だけど一人でご飯食べとってよ。おらんって、うん、え？どういうこと？どういうことって、おらんって。明日の夜、うん、お母さんいません。ひろちゃん一人です。うん、だけどご飯適当に食べとって。お金置いていってよ。なんでね、もう。作っときます。何すよ、お金やらなんて。晩ご飯って。だけ生姜焼きかなんか作っとくけん、あっためて食べて、ご飯も炊いときます。めんどくさい。ね。うまかっちゃんも味噌ラーメンもあるけん。わかった、まあ、お父さんもおらんけんね、だけ二人で出てくけん。二人ともおらんの？うん、デートだけ。デート？うん。気持ち悪っ。なんなんデートって。なん気持ち悪いって。気持ち悪くないた。お母さんたちがデートを何回も重ねて重ねて、体を重ねて重なって、ひろちゃんが生まれたんだから。体重ねて。ね？言わんといて。だから私たちが気持ち悪いっていうのはひろちゃんも気持ち悪い。どういうこと？言わんでええって思ってた。だけどデートだからさ、お父さんと久しぶりに。なんなんその、なんなんかしこまってデートみたいな。なんでかしこまっちゃうの頑張って。明日はデートって何月何日か分かっとるどう明日。明日11月22日はい。11月22日か。いい夫婦の日ですよ。ね、ああ、お父さんも、明日はいい夫婦の日ばいって。久しぶりにデートでも行くやって言われたっけ。え？あなたせやんこと生きるとって言って。もうお母さんもちょうど休みだっけね。だけど明日はちょっと、阿蘇の方にドライブ行ってから。阿蘇の方にまあ、天草の方も行こうかなと思って。めっちゃ行くやん、いろいろ。うん。だけどちょっとデートだけね。ちょっと今から美容室も行かない。いや、もうええって、入り。だけど、あれよ。もう泊まりに行くけん。おらんけんね。泊まりだそう。次の日の朝9時過ぎには帰ってくるもん。10時からお父さん、消防団だけ。え、泊まりで行こう。泊まりよ。だけどあんた、お母さんとお父さんがおらんけんって言うてね。友達呼んだり、いらんことすんなよ。いやなんて。うん。やっぱ泊まりで一回帰ってくるかもしれん。いや、やめて。どっちかにして。だから帰ってくるかもしれんって言うとたわかる？それ嫌やな。あんた何か友達呼んだりするけんね。せんって。まあまあ大丈夫だよ。もう、カメラつけとるけん。カメラつけてんの？うん。もうこれ冗談じゃないけんね。あんたがもう今まで何回もお母さんに黙って、親がおらへん友達連れてきたり、いろいろ悪ことしよったけんね。怖い。いろんなとこつけとります。やめてんの？そんなことすんの、ね、お母さんの心のカメラを見とるよ。なんだそれ、しょうもない。だけど泊まるでおらんけん。うん。もう天草のお父さんとお母さんが学生時代に初めて行ったラブホテルに泊まってくるけ。ラブホかい。最悪。うわ、最悪。よろしくね。1年後には弟か妹生まれとるかもしれんけど。ええー、って。可愛がってあげて。やめて、もう。気持ち悪いわ。チャンネル登録よろしくねー。ベベ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 ベ